さなげ山の球状下降岩。川床に直径4センチから8センチほどの球体が多数並んでいる。2019年12月24日撮影。さなげ山の球状下降岩とは、愛知県豊田市加納町及びさなげ町にある国の天然記念物に指定された下降岩の岩体中に含まれる球体構造、いわゆる球状岩の一種である。下降岩の中に直径 圏 4cm から 8cm ほどの藍色を帯びた球状の部分があり、球体の中心部分に有色鉱物が集まっている。この有色鉱物の多い部分と少ない部分とが交互に現れて放射状に並び、断面が菊の花のように見えることから、地元では古くより菊石と呼んで大切にされてきた。1931年2月20日に、 国の天然記念物に指定された。さなげ山の九条河口岩名古屋市さなげ山の九条河口岩の位置指定エリアは金網で保護されている。2019年12月24日撮影。豊田市生後交流館と書室の菊石。2019年12月24日、撮影さなげ山は愛知県豊田市と瀬戸市にまたがる標高629メートルの山で、 愛知県東北部に広がる南川高原の生端付近に位置しており、周辺は愛知高原国定公園に含まれている。さなげ山の急上下高原として国の天然記念物に指定されているのは、さなげ山の山頂から南南西方向の豊田市川へ下った広沢川上流部の渓流の川床とその周辺で、標高約300メートルから350メートル付近。 東海環状自動車道のさなげ山トンネルの直上付近に位置している。広沢川は一級河川や萩川の三次支流にあたる小規模な河川で最上流部の渓流沿いには菊石、さなげ7滝遊歩道が整備されており、天然記念物に指定された急上河口岩は、お爪焚き付近の遊歩道沿い川戸こと、右岸側川斜面の路頭にあり、 いずれも金網で囲まれ厳重に保護されている。さなげさんの球状加工岩は、両家編成体の稲川型加工岩の一つ、さなげ型加工岩と呼ばれる加工岩体の中にあり、球体同士は決して結合せずに、単体で球体を形成している。この球状構造を断面で見ると、色の濃い部分と色の薄い白っぽい部分が、同心円状に交互に並んでいて、 球体中心部から放射状の構造も見られる。色の濃いところは黒雲母を多く含み、色の薄い白っぽいところは長石や石英が多い部分である。こうした球状構造が形成される岩質は、塩基性の強い加工戦力岩であることが多く、マグマであった加工岩が冷えて固まり貫入した際に、周囲の体積岩を巻き込みながら球体を形成したものと考えられており、 花崗岩の中には、時々見られるが、ここ、さなげ山のものは、肉眼で確認できるほど大きくなり、かつ形状が整い美しく、多数存在するという、極めて珍しいものであるため、1931年2月20日に、国の天然記念物に指定された。天然記念物指定エリアは洞窟防止のため、金網で厳重に囲まれ保護され、 金網越しでしか球状花崗岩を見ることができないが、地元では、菊石と呼ばれ、古くより親しまれ、さなげ山の南麓のさなげ村にある1864年創業の裏の酒造では、さなげ神社より排除した菊石の名を冠した地酒が作られている。また、豊田市聖護交流館に併設された図書室には、旧さなげ町役場の屋外に設置されていた。 菊石が2009年に移設され展示されている。ABCDE 黒田、ピアニッシモ、999-1001。球場ガンコトバンク、2019年12月29日、閲覧。AB 球場加工ガン三重県総合博物館、ウェブサイト、2019年12月29日閲覧。AB 文化庁文化財保護部監修、P248。 abcd チューブ地質調査業協会 abc ライホカピアニッシも58から 59ab さなげさんの球場加工岩文化庁ウェブサイト2019年12月29日閲覧トヨタの地種菊石、浦の合資会社ホームページ2019年12月29日閲覧聖書菊石。 裏の合詞会社トヨタ市公式観光サイトツーリズム、トヨタ、2019年12月29日閲覧。ハット観光伊佐と令和元年12月1日号、施設紹介10特別編トヨタ施政号、交流会員合畜コミュニティ会議2019年12月29日、閲覧。A AB ザ投げさんの急場下高マ豊トヨタ市公式観光サイトツーリズムトヨタ。 2019年12月29日、閲覧。ありがとうございます。